トーズマイナス -17 はソビエト連邦のトゥーラブ機工場が開発したボルトアクション式小銃である。小降系の 22LR 弾を使用し、スポーツ及び資料などに用いる民生用小銃として販売された。トーズマイナス -17 はソビエト連邦の消火器設計の流れを組み、簡素ながらも頑丈かつ信頼性の高い小銃である。重心はやや短いカービン調で、 標準的に5発着脱式箱型断層が付属する。ほか互換性のあるコピー品も製造されている。スタンダードモデルは、ボルトの後方に安全装置がある。機関部には、スコープ類を取り付けるためのマウントが設けられているが、スコープを取り付ける場合は、リアサイトが映り込まないように、高さのあるリングが必要となる。後継製品として、 半自動射撃とボルトアクションのどちらでも射撃が行える当時 -78 が開発されている。ABCD-Z-2002-219 から220。ありがとうございます。